どうなったでしょうかね。ノーカットで撮りますからね。缶がどこに落ちたかな。いいですかね。よーくこれ見ててください。ですね、あったそこだ。取れちゃったな。せっかく当たったのに取れちゃった。ちょっと裏話なんですけども、ここの左上にある剣ありますよね。これ実は12剣から投げて多分1回転だったと思うんだけど、偶然刺さっちゃったんですよ、撮影してる時に。それが成功した画像なんですよね。で、種明かししましょうかね。でここにあらかじめ刺したやつを、でこれ遠くだと見えないんですよね、刺さってるのも。でですね、後ろにこういうのがあって、ここですね。私見ちゃっていいんでやりましょうか。これがたまにこううまくいくときはいいんだけども、この固定しとかないと勢いづいてこうしたときに抜けちゃったりするんですよね。これが種です。これですね。で、ここに誰がいたかっていうと、うちのかみさんがここに隠れてた。そうすると、ここに影が出てたんですよね、さっき。今これ影なくなったけど、だから影を見てるとよくバレます。注意深い人はわかります。ここに一つ、もう一つ影が出てるんですよね、こっちからね。この時間、これ今やると分かんないですね、影ないんで。で、あとはこう、歩いたりカメラをセットしてるときに継ぎ目があるわけですよ。で、こういうふうに行って、まだ後ろにいるんですけども、ここでカメラを置いたときに継ぎ目があって、その間に一回編集して切り、カットされて、で、うちの相棒がどいた後に、こっちを映すわけです。いませんねって。だからカメラ編集とすごいアナログなトリックの組み合わせですね。